よし、なんかあれだね、文福さんのいつもの絵に比べるとだいぶこうおとなしいというか、なんか今日は全部食べきれそうな感じがする。よし、それでは早速食べていきましょう。いただきます。わかんない、わかんない、うるさい。あプラちゃん、向かいなさい。ただいま。これがドドンパっていうやつだね。ドドンパ、いただきます。あ、あれ。はい。うん。どうも、ありがとうございます。うん。なかったら言ってね。よくでしょ。これいい。どうしたの、お腹みたい。ダメダメダメ。ありがとうございます。かわいい。うん、玉ねぎもいいな、今日酸味がいいね。うん、おはようございます。食ってみそ、飛んでみそってやつかな。食べてみよう。いただきます。よし、うん、あ、おいしい。ご飯と合うね。なんだろう、黒糖かな。豚肉との絡み方すごいいい。ご飯との相性がいいっすね、これ。よいしょ。これ一旦。うん。ビーフシチュー。すげえ。え？中華屋さんのビーフシチュー。
ビーフシチュー食べてみて。さあまずこっち先に。すごいな。ああいい、いいな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 。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。これいいんですか。商品化ですか。ですか。ありがとうございます。今日一美味しい。あやばい。はい、トラコくん、また明日も来たくなる。はい、明日も文福さんに来とくなる。てらけ。これでも牛とかあれですよね。多分圧力じゃないですよね。火の入り方が。来るって何したっけ。結構ね、動画撮り出した来る前に、まあ、5日か6日あたり前から仕込んでますからね。いや、すごい。これもしかしてあれですか、ソース自体も作った最初からです。最初からです。こんなん余計なもの使わないですよ。最初から食べてくれる人だったら分かるから。いや、完成度高すぎてなんかどっかのやつかなと思っちゃってやめてくださいよいや東京のもうあれですよ、予約の取れないお店で出てくるビーフシチューレベルの。そんなこと言わないでよ。あなた方かになっちゃう。えあなた方かになっちゃう。そんなこと言うか。ありがとう。明日も来たくなるね。やられちゃうじゃん。あ、やめて、やめて、やめて、恥ずかしいから出さないで、出さないで、恥ずかしい、恥ずかしい。あ、やめて、やめて、恥ずかしいから、恥ずかしいから、出てけ、出てけ。うまい。これよ。ああ。うん。続いてがうますぎてはげる文福のパスタです。すごっ。いいね。うん、まこの何かいっぱい入ってる。チャーハンだよ。チャーハンだよ。行くよ。トラちゃん、あと何品食べる？トラちゃん、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 トラちゃ
見て、なんすか、あっすごい、ね、あとでペロペロして舐めて、ペロペロして舐めて、で、ドラちゃん、これね、ペロペロして舐めて、舐めて、DM ちょっと動画、ドラちゃんがペロペロしたってことを、えあ、今回もおなじみの、いらねえ、いらねえ、あ、もうシンプルに、古賀飲食、文福飯店、遊び場さん、ありがとうございます。おかえりなさい。ナスだよ。ナスだよ。ドラちゃん、はい。ドラちゃん、おかえりなさい。うん。どうぞ。何？どうぞどうぞ。何ですかこれ？これね、ドラちゃんのクルッキーでね、うん、ケーキを用意しておいたの。まあ、すげえ。ほら。すげえ。はい、おかえりなさい。かわいい。すごいすごいすごい。はい、ここに書いてあるけどね、僕本名青龍って言うんです。すいません、申し訳ない。僕本名柴田青龍って言います。よろしくお願いします。 YouTube で初めて行ったっす。あ、本当ですか。どうしたの、どうしたの、作ったんですか。これはね、勝龍さんっていうところの、うん、うちの、ね、近くにあるラーメン屋さんのアルバイト生の、うんうんうん、その方が作ってくれた。へえー、サプライズですね。いやびっくりした。すごいな。これ後でエンディングの時にちょっと食べさせてもらいます。はい、すごいな、本当に。はい、くまちゃん、おかえりなさい。懐かしい。おかえりなさい。いきます。はい。やっぱり似合うんだよね。やっぱこういうキャラじゃないんだよな。もう、さちこさんのを見てください。は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 い。ありがとうございます。これはすごいな。今日は幸子さんのお誕生日に来ていただいて、あ、そうなんですよ。もう立派なお花いただいちゃって。いやいやいや、幸子さんね、あれお花ね、今日抱っこして寝るって。いやいやいや、他の動画撮りの方言っても来てくんないでしょ。あ、そのそうですよね。やっぱやっぱりね、ドラコくんなんだ。やっぱ僕がホームなんだと。そう、ドラコくんなんだ。あ、新潟さんすまんな。そうだよ。あ、新潟さん待ってるよ。あ、来てくださいね。待ってるよ。マックスも早く来いよ。そうですね。じゃあ今度マックスは勝龍さんの方でコラボさせてもらいますんで、よろしくお願いします。マックスさん1ヶ月半も空いたんだから早く来な。マックスどうですか。返信待ってますよ。アンサー動画を。そうです。いや、すごいですね。こういう構図はないですからね、なかなかね。あれ、何何何。やっ、なんかマックスに似てきたな、僕。あ、なにこれ、え、本当に。モンブラン、ありがとうございます。モンブランとマンゼウとアイスをいただきました。いただきます。これモンブラン美味しいですよ。ありがとうございます。作ったんですか。だから僕は子供以外作りませんよ。何言ってんすか。ドラコ君、僕は子供以外作りません。55になったから子供も作りません。ドラコ君、今日はラーメン屋さんに来てくれたのにラーメンは1個も出ないってごめんね。毎回です。あ、そう。すいません、ちょっと毎回申し訳ない。本当に今度の時にラーメンを、うん、忘れなかったらラーメンやりましょう。もういよいよ何の動画か分かんない。
シューマイ。よいしょ、豚の唐揚げだね。おいしい。だけど今回ですね、なんだっけこれ、もっこり、もっこりと味噌汁と、食って味噌、飛んで味噌と、うますぎてはげる分腹のパスタと、ドドンパとかをビーフシチューいただきました。とても美味しいでございました。ごちそうさまでした。素晴らしい、たくさん食べていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。エンディングでございます。数日経ってしまいましたが、ケーキ食べましょう、せっかくなんで。素晴らしいよね、やっぱね、このクオリティだよ。
天才のそれだわ。あ、中にマスカットも入ってる。おしゃれ。いや、ほんとにトシちゃんありがとう。そして作ってくれたね、フランさんとチルさんもありがとうございます。ほんとに、なんかメニュー作るみたいな話になって、でもし文福のこうね、あのお客様とか、こうなんて視聴者の皆さんとかもそうだしが、まあ、もしよろしければなんかみんながこう美味しく食べれるような、なんか僕らしいメニューを何か提供させてもらえたら嬉しいなと思ってますので、もしよろしければと思っておる次第でございます。そしてやっぱね、あの豚のとんかつをね、熱々の状態で僕食べたい。毎回僕食べれないんだよね、あの熱々の状態で。ありがとうございます。いただきます。ホワイトチョコレートやね。大変よしかったです。文福さんも、あちゅうさんもありがとうございました。どうもです。今、食べた竜のように、飛翔できるように今後とも頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。あったくしねろよー。